ここか。桃源郷。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ、いらっしゃいませ。あの、お客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ。多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない。いいよな。かしこまりました。いらっしゃいませ。明美です。桐生だ。シンジから聞いてないか。桐生？あなたが？ああ。それじゃあ、シンちゃんはもう。そう。最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったら、あなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が、急に真剣な顔してね。そっか。しんちゃん、死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人、急に今やってることが片付いたら、結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの。私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？いい音聞かせろや。ここで待ってる。マジマの兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。嫌です。私、他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで？ほれ、ここ危ないで。早う行き。読めねえな、あんただけは。
俺は正直者が好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。おう、キリエ、ほんまごついわ。お前が